並びがありがとうございます。さて、それじゃあどうぞ、ここでいいですか。はい、ご着席ください。ただいまから内閣総理大臣顕彰式を行います。顕彰状を授与いたします。岸田総理、マイクの前にお願いいたします。はい、宣言室の顕彰状、宣言室どうぞ。あなたは一番からピースフルネスをの理念を提唱し、半世紀以上にわたり日本文化の精神を世界に広め、茶道を通じた国際文化交流、国際平和の発展に尽力され、我が国の重要施策である平和外交の推進に多大に貢献するとともに、日々の研鑽を重ね、生涯現役を貫く姿勢は全ての国民の模範とするところであり、その功績は誠に顕著であります。よってここに顕彰します。令和5年4月20日、内閣総理大臣岸田文雄。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ここで撮影を行います。正面をお向きください。はい、あ、正面、はい、こちらご覧になっていただきたいです。はい、じゃあ、じゃあ大丈夫です。はい、じゃあ一緒にお願いします。はい、今日は引くのかな。で、症状もう少し胸元まで。はい、ありがとうございます。ではこちらのカメラご覧になってください。お願いいたします。はい、ありがとうございました。次に盾を贈呈いたします。再度撮影を行います。正面をお向きください。ありがとうございました。岸田総理、千様、お席にお戻りください。以上をもちまして内閣総理大臣顕彰式を終わります。引き続きこの場にて懇談に移ります。まず岸田総理からお願いいたします。はい、大臣総長、改めて、長年にわたりまして様々な形でお力添えいただいてまいりましたことを心から感謝を申し上げます。今日こうして、顕彰という形で、本日のご努力に、御礼申し上げることができますこと、大変嬉しく思っております。光栄の至りです。まずは昨日が100歳のお誕生日だったと承知しておりますが、本当お恥ずかしい、総理から、はい、長いお電報を頂戴いたしまして、家元が読み上げまして、はい、あ、そうですか。もう列席者の皆がもう拍手大喝采で感謝でした。本当にありがとうございます。よろしくございました。もう本当に恐れ入りました。奥様、おめでとうございます。もうこたびは本当に身に余る光栄でございまして、さぞかし先導皆喜んでおりますこと、もうご厚情に感謝御礼申し上げます。松野官房長官がたびたびご連絡をいただいてありがとう、はい、感謝を、はい、我々内閣一同本当にお世話になったことを感謝しておりますし、はい、特に今回は、外務大臣の推薦ということでありますので、外交の分野で本当に文化交流を中心に
長年にわたってお力添えいただいたこと、私も外務大臣4年8ヶ月務める中で、たびたび大総省にお出ましいただいて、日本文化、アピールしていただいたこと、本当に感謝しておりますし、まあ、こうしたご努力に対して本当に改めて感謝申し上げます。また奥様はこの間ニューヨーク、ワシントン DC でもうお茶をちょっと渡って大変嬉しい、とても喜んでおります。もう恥ずかしい限りで恐縮でございますが、はい、今日は家元もご挨拶行くはずです。いやいや、ちょっと他の用事が重なってる、朝ご夫人が、いつも家元には大変お世話になりました、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。もう本当にありがたい光栄の遺体では、林大臣からもいろいろとお褒めの言葉を頂戴して恐縮で、とんでもない、とんでもない。それ大臣は100歳になられた、はい、お気持ちですが、100歳になるとは 誰でもなれるものでありませんので、100歳になられるとご自身どんなふうに、なんか感じられるのか、興味津々でありますが、大総長、今お気持ちはどんな具合でいらっしゃいますでしょうか。もうその100歳となりますと、もう熟れた思いでね、もう本来私は78年前に、はい、特攻で、はい、突っ込む寸前に待機命令で助かった男だ、はい、仲間はちょうど14期の予備学生で、飛行機でみんな突っ込んだ421柱が各大学出身でした、もう靖国にみんな行くと涙が出てまいりまして、申し訳ないんだ、最後にみんなお茶立てて、ね、飲んでくれましてね。あ、そうですか。それで一服飲んで、お母さんってみんなね叫んで、そして来ました。そうですか、はい、もうそんなんで生き残りのたった一人でございます、はい、それではプレスの方はご退出をお願いいたします、はい、もうそんな